九州水力電気株式会社は明治末期から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。略称は旧水。九州電力送配電管内にかつて存在した事業者の一つ。1911年大分県北部における水力開発を目的に設立。福岡県北部の北九州工業地帯。 地法丹デニへの電力供給を担ったほか、合併、買収によって事業を拡大、最終的に大分、福岡、熊本、宮崎の4県に供給区域を広げた。本社は福岡県福岡市で戦前期における九州最大の電力会社であった。1942年、廃電等整令により九州電力の全身九州廃電に統合をされ消滅した。 九州水力電気の広告九州水力電気株式会社は九州電力送配電の一般送配電事業管轄区域のうち福岡県、大分県、宮崎県の大部分と熊本県の一部を供給区域としていた戦前期における九州の主要電力会社である。1911年の設立から1942年の会社消滅まで社名の変更は一度もない。 本社ははじめ東京市、1931年以降は、福岡県福岡市に構えた。社名の水力電気が示す通り九州における水力、発電開発を目的として設立され、主として北九州工業地帯や畜放丹田への電力供給を担当した。建設した発電所は、出力1万キロワット町の女子畑発電所を、はじめ20カ所以上に及ぶ。 既存電気事業の統合にも積極的で1920年代前半にかけて福岡県や大分県にて広範な供給区域を取得。1920年代後半以降は宮崎県にも進出した。しかし比較的後発の電力会社であるため北九州方面における先発企業九州電気機動や福岡市方面における 先発企業九州電灯鉄道との紛争を抱え、特に九州電気機動との間には1920年代の一時期電力線と呼ばれる大口需要化の争奪戦が生じた。太平洋戦争下における国の廃電灯制実施に伴い、1942年に廃電灯制令に基づいて新設の九州廃電に吸収されて消滅した。なお、全事業が 九州廃電に引き継がれたわけではなく、一部の設備が1939年と1942年に日本発送電へ出資されている。1920年代にかけて電気供給事業以外に経営した兼業に鉄道と化学工業がある。前者は福岡県や大分県に路線を持ち、それらは分社化とその後の再編を経て、 西鉄福岡市内線とだいぶ交通別台線となったが、いずれも1970年代に廃止され、現存しない。校舎では1920年代の一時期に、カーバイド製造などを営んだが小規模であった。県業のうち植林事業は、九州廃電にも引き継がれ、九州電力グループの九州林産の母体となっている。以下、遠隔のうち会社設立に関する事項について、 記述する。相談役、和田豊次第二代社長日比谷平左衛門1891年に、熊本電灯の開業で始まった九州地方の電気事業は、その後徐々に他の地域にも電波し、1904年までに11の事業者が開業した。これらの電気事業の電源は当時ほとんどが、石炭による火力発電であり、水力発電を利用するのは、 都市部の近隣に敵地が存在した鹿児島電気と山間部の町に供給する大分県の竹田水電、北水電の3社だけであった。水力発電が限定的であったのは当時の技術水準では送電範囲が近距離に限定されていたためであるが日露戦争後に長距離高圧送電技術が発達すると山間部で 水力発電を行い離れた市街地へと高圧送電するという新しい発送電形態が生まれた。この流れの中で九州では九州産地が水力発電の適地として注目を集め、とりわけ大分県北部の筑後川、山国川源流部では有力な発電地点があるとして水利権獲得を目指す動きが相次いだ。 この地域の水利権獲得運動から発展して、設立されたのが、九州水力電気である。大分県北部山幹部での水利権獲得に動いた、グループは3つ存在した。3つのうち最初に動き出したグループが、当時富士ガス宝石の専務であった、和田豊治を中心とするグループ、通称、中津派である。和田は、自身の郷里大分県中津での宝石事業を企画。 森村一左衛門、日比谷平左衛門、浜口吉江門ら富士が明日石災協主の講演を得て計画を推進し、工場の動力源を得る目的で山国川上流部の水利権を1906年10月に出願した。和田は他に浅吹英治や地元大分の麻生館八らからも賛同者に加えていた。一方筑後川では筑後川沿いの人の電気事業者ひたみの 関係者と、同社の技術的な講演者であった芝浦製作所、特に同社専務、大田黒十五郎と、技師、岸慶二郎の両名が中心となり、大規模水力開発を計画、筑後川上流部の大仙川、楠川を調査し、水利権を申請した。資本的には、東京の15銀行が講演となったことから、このグループは、東京派と呼ばれた。 もう一つのグループは、筑豊の炭鉱業者、中野徳次郎と、富安康太郎、山口恒太郎ら、福岡派と呼ばれるグループで、筑豊、北九州方面への電力供給を目指して、この地域の推理権獲得に参入した。こうして筑後側、山国側の推理権申請は、中津派、東京派、福岡派の三派定率の形となり、これを受け付ける大分県庁は、 対応に苦慮することとなった。そこで1906年12月、時の大分県知事、千葉天間は三派の代表を県庁に集め、彼らに合同と出願の一本化を進めた。知事の勧告に従い三派は合流し、三派合同での推理権申請、会社設立への準備が進められた。しかし1907年になると、不況のため会社設立が困難になり、翌年にかけて、 設立への動きは一時停止された。1909年になると発起人から和田豊次ら、創立委員が選出され、翌1910年3月には、創立委員会で、九州水力電気株式会社の社名が決められた。同年6月24日付で、低身省から電気事業経営許可を得ると設立準備は本格化し、定管などが作成されていった。 第5代社長、麻生滝地株式の払い込み完了を受けて1911年4月5日、東京で創立総会が開催され、九州水力電気株式会社は発足した。設立時の資本金は800万円。中津派を中心に、東京派、福岡派からそれぞれ役員が選出され、中津派の一人で、富士ガス防石社長の浜口吉右衛門が初代社長に選出され、 富士ガス宝石から転じた棚橋拓之助が専務取締役に就任した。中津派の中心人物である和田豊次は相談役となった。その後の経営陣についても復帰すると、初代の浜口が1913年12月に死去した後は金ヶ淵宝石会長の日比谷平左衛門が第二大社長に就任。その後も東京派の区の正一。 中津派の森村改作、東京派の大田黒十五郎と設立時からの役員より社長が選ばれた。この間の五代目社長は、福岡派、中野徳次郎に代わり途中で役員に加わった、九州の炭鉱業者、麻生太吉である。1936年に、九州財界の中鎮、松本健次郎が七代目社長に就任し、松本が1938年に、 会長へ転じて、第一線から退くと、初代社長、浜口吉右衛門の弟、木村平門が副社長から昇格して、第八代社長となった。なお、会社の本社は、事業地の九州ではなく、東京市内にあった。しかし、麻生社長時代の1931年6月に、本社と出張所の役割が入れ替えられ、本社は福岡市へと移された。以下、 遠隔の内会社設立以降の事業拡大の過程について記述する。主として経営面に関する事項を取り上げ、電源の推移や供給の推移は別途扱うものとする。官営八幡製鉄所1911年1月に作成された九州水力電機の企業目論見書では、会社の企業目的は、筑後川上流部の8カ所と山国川上流部の2カ所に、 水力発電所を建設し、これをもとに、伝統、電力供給事業を営み電気化学工業を起こす、ものとされた。実際に供給区域として認可を受けたのは、大分県日田と福岡県のうち福岡市、小倉市、門司市、筑市軍、かすや軍、かほ軍、田川軍、倉手軍、恩賀軍、菊軍、 京都軍の三四九軍で、筑豊丹田の初炭鉱や当時木興しつつあった、北九州工業地帯の諸工場への供給を予定していた。十カ所の開発計画のうち、第一の開発地に選ばれたのは、大分県北郡の女子畑発電所である。出力12000キロワットの水力発電所で、会社設立翌年の1912年4月に着工された。 建設中の1913年5月、九州水力電機は北九州の関栄ヤワタ製鉄所と2 0 0 0ットの電力供給契約を締結した。ヤワタ製鉄所は創業開始前の1900年より自家発電によって所要の電力を得ていたが、生産が軌道に乗ったことで発電力不足が懸念されるようになったため、九州水力電機からの売電を契約したのであった。 同年12月、女子畑発電所と黒崎の変電所が完成し、翌1914年2月6日より、製鉄所への電力供給が開始された。その後翌年にかけて、地区方面では、川崎、添田、中間、後藤寺、飯塚に、北九州では若松、八幡にそれぞれ変電所が建設された。博多電気軌道の合併九州、電統鉄道相談役、 福沢桃介九州水力電機が発足するのと同時期、福岡市では九州電灯鉄道という有力な電気事業者が成立していた。同社の起源は1897年に開業した博多電灯で、1911年に福岡の路面電車会社副白電気軌道を合併し、博多電灯軌道となり、ついで1912年6月には、 佐賀県の九州電気と合併して九州電灯鉄道となったものである。筆頭株主は東京の実業家、福沢桃介で経営陣は佐賀の伊丹屋太郎が社長、福岡の松永安左衛門他二人が常務という顔ぶれであった。九州電灯鉄道に吸収された福白電気軌道という路面電車会社は福沢や 松永らの発起により1909年に設立され、翌1910年に福岡市街を循環する路線を敷設したが、これとは別に地元福岡県の実業家の発起により、博多電気軌道という会社も1910年3月に設立された。博多電気軌道は市街地外園への循環線敷設を目的とし、1911年10月に最初の区間を開業させた。 さらに同社は1910年7月に蓄水力電気の事業を買収して電気供給事業にも参入、電車事業と同じく1911年10月より開業し南畑発電所を電源に供給を始めた。その供給区域には福岡市内とその周辺が地下配電線方式によるという条件付きながらも含まれており、 博多電灯以来同地の市場を独占してきた九州電灯鉄道にとって脅威となった。そのため、九州電灯鉄道は博多電気軌道の参入を防ぐべく1912年2月より、麻生多吉、中野徳次郎ら地区法の炭鉱業者を仲介者として合併交渉に着手する。しかし、九州電灯鉄道側が合併条件を引き下げたために交渉は難航し、 7月になっても決着しなかった。こうした、硬着状態を見た九州水力電機は、博多電機軌道の合併に動き出し、共通のオ株主である中野を介して、より有利な条件を示して、合併を勧誘した。提案を受けて、博多電機軌道は7月17日に、役員会を開き、九州水力電機への合併を決めた。19日に、 麻生の調停によって一旦九州電灯鉄道と合併仮契約を締結するが翌日大株主会が九州水力電機との合併を主張したためこの契約をすぐに撤回改めて九州水力電機との合併仮契約を締結した8月9日の株主総会で合併契約は承認されその後九州電灯鉄道による 合併決議無効訴訟などの妨害があったものの、11月4日に、九州水力電気と博多電気機動の合併が完了。合併に伴い、九州水力電気の資本金は800万円から1150万円に増加した。九州電灯鉄道との対立九州電灯鉄道常務、松永安左衛門博多電気機動の合併により、福岡市とその周辺における電灯 電力供給権を取得した九州水力電気は翌1913年春から地下配電線工事を始めた。博多電気軌道の争奪戦の際に世論を味方につけたことから工事に際して旧水地下線伝統講演会が福岡市民によって組織され、講演会が伝統天下の募集に努めたため6月末までに2万2千頭の申し込みを集めた。 九州伝統鉄道よりも伝統料金を低く設定したことも短期間で多数の申し込みを集める要因となっている。工事は同年11月までに春吉から中洲全域、博多南部の地域で埋設が完了し屋内取り付けを残すのみとなった。九州水力電気の進出に対抗して九州伝統鉄道の側でも伝統料金を同水準に引き下げた。 こうした競争は、市民の歓迎の一方、福岡市外の両社株主にとっては不都合なものとされ、紛争を根絶し重複投資を避けるべきという声が、次第に強くなっていった。9月になると、九州水力電気相談役の和田豊次と九州、伝統鉄道常務の松永安左衛門との間で、合併に関する意見交換が行われ、その後の協議の結果、 1913年11月30日に合併に関する猿合わせ書きが両者の間で調印されるに至った。猿号書には合併条件に関するもののほか地下線工事に関する事項も含まれた。校舎については以下のような内容であった。この協定に基づき両者の間で合併条件を詰める作業が進められたが、1907年より、 年率12%の配当を実施していた九州電灯鉄道と設立から日が浅く配当率が当時年率6%に過ぎなかった九州水力電機とでは経営状況の隔たりが大きく合併比率をめぐり意見は対立した一方でサル号署は一部履行され九州水力電機は地下線工事を中止しサル号署に盛り込まれていた九州電灯鉄道から 九州水力電機へのご当時電灯、若松電機の株式上渡も実行された。こうした動きにもかかわらず、1916年冬に合併交渉は決裂した。翌1917年5月、九州電灯鉄道は九州水力電機に対し合併確認の訴訟を起こす。これについては1920年6月に九州電灯鉄道の敗訴が確定するが、 その間の1919 19年3月に、九州水力電機がサルモー署で協定した地下線区域内における伝統営業権の譲渡を要求して、九州伝統鉄道を提訴した。福岡地方裁判所では、九州水力電機の敗訴となるが、長崎高訴院では勝訴となり、大審院でも上告が棄却されて1923年5月に、 九州伝統鉄道を改め東方電力の敗訴、九州水力電機の勝訴が確定した。裁判の結果を踏まえ、実際の許認可を出す停審省は、九州水力電機は東方電力から地下線区域の営業権を譲り受けるが、そのまま5年間は東方電力に経営を委託するという条件で、両者の仲裁を試みた。1924年6月、 低新章の最低に従い、九州水力電気は約30万円で東方電力より営業権を取得し、これをそのまま東方電力へ経営委託した。委託等数は1924年11月末の時点で3万度余りであった。その後1934年になって経営委託の解消。 東方電力への異常と九州水力電機による福岡市内の地下線50馬力未満の小口電力供給廃止が両社間で合意に達し、12月31日付で九州水力電機から東方電力への営業権、資産の譲渡が完了した。したがって九州水力電機による福岡の伝統市場への参入は失敗に終わったと言える。博多電気軌道の合併後、 九州水力電気は1915年より周辺の中小事業者を相次いで統合し、福岡県北東部から大分県にかけて供給区域を拡大した。同じ時期、九州電灯鉄道も積極的な事業統合を推進していたため、久留米電灯のように両者で競争となった例がある。1915年末統合したのは、北水電、能型電気、若松電気、 後当時伝統の4社である。いずれも事前に参加に収めていた事業者で、1915年5月31日に、各社からの事業譲り受け手続きを完了した。1916年続いて1916年3月28日、大分県の有力事業者である、文後電気鉄道、大分水力電機の2社を合併し、大分県の主要都市へと進出した。 両者の合併に伴う増資は575万円。1919年1919 19年8月4日、福岡県東部の行橋伝統を合併した。合併に伴う増資は15万円。行橋伝統を合併直後の1919 19年10月に合併を伴わない増資を実施し、資本金を1760万円加えて3500万円としている。 1920年代に入っても事業統合は継続され、1922年8月17日には、福岡県南部の筑後水力電気を合併した。合併に伴う増資は100万円。また、翌1923年8月31日付で、九州電気酸素の全株式買収を完了した。後水力電気の合併に先立ち、非電気事業者2社を合併し、 1923年7月には4160万円の増資を実施したため、資本金は設立時の10倍の8000万円となった。さらに1927年7月16日、日向水力電気を合併し、宮崎県にも供給区域を持つこととなった。合併により、資本金は8600万円となっている。電気事業拡大の一方、鉄道、 科学工業といった、兼業部門は1920年代後半に整理が進められており、鉄道部門では、旧文後電気鉄道線が1927年6月に、古会社別府大分電鉄へ分離され、ついで旧博多電気軌道線も1929年7月に、博多電気軌道へ譲渡された。電力線九州電気軌道初代社長。 松方孝次郎福岡方面に先発企業である九州電灯鉄道が存在したのと同様に北九州方面でも九州水力電気に先駆けて九州電気軌道という電気事業者が存在した社名が示す通り鉄道事業者であり西日本鉄道の前身にあたるが西鉄となる以前には電気事業も経営していたこの九州電気軌道は 鉄道事業を目的として1908年12月に設立。神戸川崎財閥を率いる松方孝次郎が初代社長であった。設立後、鉄道開通に先立って供給事業も兼営することとなり、1909年から翌年にかけて沿線地域の内小倉市、文字市、八幡市にそれぞれあった事業を買収。1911年5月に、 大型火力発電所の大門発電所を新設して事業を本格化させた。1914年に九州水力電気が北九州方面への供給を始めた当初は九州電気軌道との対立を回避する方針をとり電力融通契約を締結して相互に電力の過不足を補給するという関係を結んでいた。また最初に供給した八幡製鉄所は 九州電気軌道の供給区域内にある工場であったが、それ以降に供給を開始した工場はいずれも同社区域外の若松市、戸端町にあり、九州電気軌道との競争を避けていた。しかしこうした協調体制は1919 19年の電力融通契約終了に伴う生産をめぐる対立で亀裂が生じた。 さらに1921年の九州水力電気の洪水被害復旧に絡んで対立は先鋭化し九州水力電気は従来の新市協定を破棄すると宣言九州電気軌道の供給先であった八万所在の中央セメントへの供給権を奪取した1924年になると需要化の争奪戦いわゆる電力戦は激しくなり九州電気軌道側が 九州水力電気の地盤である若松、戸端及び筑豊地,地方での電力供給区域を取得、後半に重複する電力供給区域において相互に大口需要化を奪い合う事態になった。九州水力電気が奪取した供給先は中央セメントを含む9社計 64000kW、反対に九州電気軌道が奪取した供給先は4社計 4100kW であった。 電力線の結果、この地域一帯において、電力料金が低下し、減収と重複設備投資によって、両社もに経営面で打撃を受けた。競争に疲弊した両社は競争集結を模索し、1927年10月、需要化の相互不可侵、両社協定金額以下の電力料金の禁止などを盛り込んだ協定締結を発表した。これにより、電力線は、 一応集結したが、必ずしも協定が遵守されたわけではなく、しばらく両者の対立が続いた。買収実施九州電気起動、第2代社長、松本幸造1928年10月、九州水力電気では、麻生太吉が社長に就任した。翌1929年春、九州電気起動との間で1927年締結の協定を厳守するよう取り決め、 両者の間では、株式の持ち合い強化など、提携強化の動きが強まるが、社長の麻生は、提携から一歩進んだ、九州電気軌道の経営検証枠に動き出す。麻生の内意を受けて、取締役の大田黒十五郎は、九州電気軌道線部の松本構造に接触し、同社株式の引き受けを打診した。九州水力電気が、経営検証枠に向けて動き出した当時、 九州電気機動の大株主は、1920年6月より専務取締役を務める松本であった。松本は、社長、松方孝次郎の妹婿で、松方に代わって1930年6月に、九州電気機動の二代目社長に就いた。社長交代に前後して、松方個人や彼の会社が持っていた、大量の九州電気機動の株式が松本に移った、ため、 松本は自社株35万株を抱えていたという、大田黒による交渉の結果、同年8月株式買収に成功。この際、松本が抱える九州電気軌動株式35万株すべてを、誤会社九州保全名義で引き受け、対価として九州保全から九州水力電気6分率記者債2500万円を交付した。株式の移転後、 九州電気軌道では1930年10月の株主総会で松本光三が社長を辞任し、代わって大株主となった九州水力電機から大田黒十五郎が第三代社長となり、さらに専務の村上匠二が新専務として送り込まれた。各して九州水力電機は九州電気軌道の経営権を掌握した。 不正手形事件の処理不正手形の回収に当たった村上匠しかし経営権掌握直後退任したばかりの松本構造本人の告白により松本が専務就任以来10年間にわたって社員、社長員を不当に持ち出し不正に社名手形を振り出していたという不正手形事件が発覚した。発覚時点で不正手形発行口は2250万円に達していたという 松本が九州水力電機への自社株売却に応じたのは、その売却益で召喚期限の迫る不正手形を密かに召喚するためであった。しかし取得した九州水力電機の社債2500万円は、世界恐慌によって価格が暴落してしまい、その計画は破綻してしまった。こうして行き詰まった松本は、麻生滝吉に状況を告白するに至ったのであった。 不正手形2250万円は、基本的には、松本からの資材提供で召喚できる金額であったが、その資材の大部分を占める九州、電気軌道社債などの有価証券はすでに、松本の個人債務約1900万円の担保となっていたため、まずはこの個人債務を返済する必要があった。解決策として、九州電気軌道はまず政府の意向を受けた。 日本工業銀行から2400万円の融資を受け松本の個人債務を返済し、九州水力電気社債を収受する。ついで、九州水力電気は同じく、日本工業銀行から1500万円の融資を受け、全機社債を償還する。最後に、九州電気機動は、九州水力電気から受け取った資金で不正手形を決済するという手続きが取られた。不正手形の処理は、 専務となったばかりの村上卓美が奔走し、翌1931年6月2日に、前手形の回収が完了した。事件の責任を取って、旧経営陣は辞職し、九州電気軌道の役員はすべて、九州水力電気系の人物となった。これら一連の九州電気軌道買収の過程で、九州水力電気では、長期負債が急増して、財務内容が悪化し、 不況の影響も手伝って一時業績の低迷を余儀なくされた。業績回復後の1937年9月に4400万円の増資が実施され、資本金は1億3000万円となった。1930年代後半になると、低新省を中心に電力管理法交付へと至る電力国家管理を目指す機運が高まり、 民間でも有力電力会社による地域的な事業統合が進展した。九州地方にて統合の主体となったのは東方電力と熊本電機、それに九州水力電機であった。九州水力電機は1938年より1941年にかけて5社を合併し、11社から電気事業を譲り受けている。 1938年1930年代後半最初の事業統合は1938年2月10日付で実施された大正工業からの電気供給事業譲り受けである。1940年続いて1940年に実施された事業統合は1月31日付の前述の九州電気軌道からの電気供給事業譲り受けと 4月1日付の5社、合併、4月15日付の8社からの事業譲り受けである。これらの諸外者の供給区域は、下記供給区域一覧を参照のこと。4月の5社合併により、資本金は2000万円を加えて1億5000万円となった。1941年最後に、1941年4月30日付で、構え水力電気。 森水力電機の2社から事業を譲り受けた。以下、遠隔のうち電気供給の推移と業績の動向について詳述する。なお、改定期間の上期、下期は、九州水力電機の場合それぞれ、前年12月から5月までと6月から11月までを、指す。1913年5月、九州水力電機は、 北九州の官営や渡製鉄所と2 0 0 0ットの大口電力供給契約を締結し、女子畑発電所竣工に伴って、翌1914年2月より製鉄所への電力供給を始めた。この1914年上木が大口電力供給の初年度で、上木末には需要化2社、計4 0 0 0ットの供給を行った。その後電力需要は、 第一次世界大戦下の対戦景気を背景に急速に拡大し、北九州の工場群や地区法の初炭鉱への供給が慎重、供給実績は1915年下期に1万キロワットを超え、1917年下期には2万キロワットも突破して1919 19年下期末には2万7555キロワットとなった。この時期の大口需要家としては、 北九州方面では、八幡製鉄所のほか東洋製鉄、東海工業、鳥羽大物、石川島造船所若松工場、明治宝石、日華製油、明治製糖などがあり、その他の地域では、大牟田の電気化学工業、大分県内の久原工業、佐賀の石製連所、日本窒素肥料肘工場、大分宝石、桜セメントといったものがあった。また炭鉱では、ミネチ、 三吉、新入、上山田、下山田、新車加納、荒手といった、蓄放の有力炭鉱が、自家発電を廃止して、吸収水力電気からの受電に切り替えた。大口供給開始に先立つ1912年11月、博多電気軌道を合併して、同社の供給区域を引き継いだ。よって1912年下期に、電灯供給を改良し、 合併直後の1912年下木末時点で、伝統に1498灯の供給を行った。続いて1913年下木に少量だが、小口の電力供給も始まった。ついで1915年5月、福岡県内のご当地伝統、農型電機、若松電機と大分県の北水電より事業を譲り受けた。4社統合の結果。 1915年上期末の供給成績は、統合前の1914年下期末に比して、伝統数は11倍、小口電力供給は8倍に拡大している。1916年3月に、大分県の文庫電気鉄道、大分水力電気を合併すると供給はさらに拡大した。伝統供給数は両社を合併した1916年上期末には15。 万道であったが、1918年上期に20万頭を超え、行橋伝統合併後の1919 19年下期末には28万頭に達した。並行して、小口の電力供給も伸びており、1919年下期には約4 0 0 0ットとなった。1915年に統合した4社の内田水電については、 九州水力電機では1911年4月に開かれた創立総会の段階で全株式の買収を決定して直ちに完全公会社化したことから開業前より北水電からの配当金を主とする多額の事業外収入があり開業に先立つ1912年上期から年率5%の配当を開始したその後事業の拡大とともに利益金も 着実に増加し、1916年上期に、配当率は年率10%に到達、1919年下期には年率12%へと増配した。1921年以降、八幡製鉄所以外では従来若松市、戸畑市内の工場に限られていた北九州方面における電力供給をその他の地域にも拡大した。これらの地域は、 九州電気軌道の供給区域であったことから、同社との競争が生じ、電力線と呼ばれる大口需要化の争奪線を招いた。1920年代半ばまでの競争の中で、九州水力電気が獲得した供給先は、中央セメント、王子製紙、日本製粉、日東製氷、浅井製材、安田製釘、九州大火連が、筑後電気小倉工場、 三菱新入炭鉱の9社計6 4 0 0 0ットで反面九州電気軌道に、戸田芋の三好工業、中島工業、大熊炭鉱の4社計4 1 0 0ットの供給先を奪われた。1920年代を通じ、供給実績は伝統、小口電力、大口電力いずれも一貫して増加した。まず大口電力供給についてみると、 1920年紙期に3万キロワットに達し、その後は1923年紙期に5万キロワット、1925年下期に7万キロワットとなり、1929年下期末には10万1 1 3 6ットを供給するに至った。ついで電灯供給については、半年ごとに2万度を前後のペースで伸び続け、加えて、 筑後水力電気を合併した1922年、下木は7万頭増、日向水力電気を合併した1927年、下木は13万頭増となったことから、伝統数は1920年上木に30万頭を超え、1925年下木には、その倍の60万頭に到達、1929年下木には90万頭となった。 小口電力供給についても1920年下期に5 0 0 0ットを超え、倍の1万キロワットには1926年、上期に到達し、1929年下期末には2万キロワットに迫る規模となっている。供給の拡大の一方で、利益金の増加に伴って1920年下期に、年率13%へと増配した。しかし利益金を、 払い込み資本金で助した資本利益率はこの時期がピークで以後も利益金は増加傾向であったもののそれ以上に払い込み資本金が増加したため利益率は減少傾向となり配当率も1923年下期に年率12%へと引き下げられたさらに業界全体の配当率引き下げに同調して1928年上期に 年率10%に減廃し、内部流保増加による財務改善を図った。1930年代に入っても、供給実績は引き続き拡大し、大口電力供給については1932年上期に12万、キロワットを超えた。その後、同様の営業報告書の数値によると1933年上期末は15万、 キロワットに達し次の1934年上期には、一点割減の119,089キロワットとなったとあるが、低新省の統計では1933年度の電力供給は132,233キロワット、1934年度は144,718キロワットとある。 営業報告書による大口電力供給成績は1934年以降、再び新調し、1938年下期末には1 8 5 9 1 3ットに達した。また1937年末時点の状況を、記した低新省の資料によると、3 0 0 0ット以上を供給する大口需要家には、日本製鉄や渡製鉄所、 海島炭鉱大の浦工業所、日本工業佐賀の関精錬所があった。電灯供給と小口電力供給については、1930年に電灯93万頭小口電力2万キロワットとなったが、翌1931年1月に宮崎営業職域を、 新都電気工業へと分離したことから1931年間期はそれぞれ12万度元と約5 0 0 0ット元となった。それ以降は増加傾向となり、電灯供給は1936年間期に再び93万棟となり、1938年には100万棟を超えて、下木松は127,122棟を数えた。小口電力供給は 大口供給と同様途中で、統計様式の変更があり、比較困難だが1938年下期末には、小口電力2 5 7 1 4ット電熱その他5 1 3 1ットとなった。業績については、1930年の九州、電気軌道の株式買収と、同社不正手形事件への対応によって、長期負債が膨張したことから、 不況の影響も重なって1930年代前半は低迷した。利益金の減少と消却比較保のため1932年上期には年率8%の配当率に減配となり、同年下期にはさらに7%へ引き下げられている。1934年になると景気の回復から業績好転が期待されたが、同年下期に大滑水に見舞われて、 九州電気軌道から火力発電による電力を補給したため購入電力量がかさみ業績回復とはならなかった。こうした中で6%へ減配の上で焼却を強化して短期間で業績改善を図るという方針を打ち出し1934年下期と翌1935年上期にかけて実行した。その結果1935年下期には 利益増のため7%の配当に復帰している。業績会社設立からの期別業績の推移は以下の通り。決算期は毎年5月11月の2回である。業績水表供給実績1939年までの伝統供給実績及び電力供給実績の推移は以下の通り。数値は各期末のものである。 供給実績推移表を1938年12月末時点における九州水力電気の伝統電力供給区域は以下の通り。1940年に統合した3か6社と翌年にかけて統合した小事業者の供給区域も併記した。供給区域は県別に整理している。供給区域一覧表福岡県大分県、宮崎県、熊本県以下。 遠隔の内発電所建設の過程について詳述する。女子畑発電所九州水力電機が建設した中で最大の出力を持つ発電所は最初に開発された女子畑発電所である。女子畑発電所は、筑後川、水系区川、大仙川から取水する水力発電所で、所在地は大分県北郡中川村大和女子畑。 会社発足1年後の1912年4月に着工され、翌1913年1月に発電所、建屋基礎工事竣行、3月に放水路、竣行、5月に取水口延定、水路トンネル竣行、7月に発電所、変電所室建屋工事竣行、9月に通水試験、10月、調整地竣行、と順調に工事が進んで最後に、 水圧鉄管の設置工事が12月に終了して、すべての工事が終了した。そして1914年2月6日に、八幡製鉄所への電力供給が始まったことで女子、畑発電所からの送電も開始された。主要機器は、水車が出力5600馬力のフォイト製、フランシス水車、発電機が容量3 7 5 0ルトアンペアの、 ゼネラルエレクトリック生産小交流発電機で、それぞれ5台を設置しており、発電所出力は12000キロワットであった。なお、女子畑発電所完成に先立ち1912年11月に合併した博多電気軌道から南畑発電所を引き継いでいる。湯山発電所女子畑発電所に続いて、開発されたのは、1916年に合併した文語電気鉄道。 大分水力電機より水利圏を引き継いだ大分川水系の水力発電所である。対戦景気による電力需要増加に対処すべく開発が急がれ、まず1917年9月に大流発電所が運転を開始。翌1918年には柿原、下川、畑、相川の4水力発電所も相次いで運転を開始した。 これらに先立つ1916年12月に女子力発電所と旧大分水力電機の篠原発電所を結ぶ6 6ルト送電線が完成しており5カ所の新発電所と旧文後電気鉄道の高野発電所はいずれもこの大分連絡線に接続して連携運転を行った大分川水系の開発が完了した後はさらなる需要増加のため筑後川 水系クス川、野上川や文後電気鉄道から引き継いだ大野川の開発を進めた。1920年から1923年にかけて、筑後川水系では、野上、宇田、湯山、町田第一、町田第二の4発電所、大野川では軸丸、新陳田の2発電所が完成している。1924年には、大分川水系で今畑発電所が運転を開始し、 1925年7月には、旧北水田の維新発電所増設も竣工した。これらの発電所の特徴として、その多くが、芝浦製作所制をはじめとする、日本製の機械類を採用していた点が挙げられる。これは、第一次世界大戦で欧米からの危機輸入が困難になったことと、設立の経緯から、 九州水力電機が芝浦製作所と深い関係を有していたことによる。下川、軸丸、今畑の3発電所は、日立製作所製の水車、発電機を採用したが、それ以外はすべて芝浦製作所製の発電機と、同社と関係のある、電業車製の水車を採用していた。なお自社開発以外に、1922年8月に、 合併した福岡県の筑後水力電機から、荒井玉発電所と羽根犬塚発電所を引き継いでいる。また、同年12月に、大分県の成木与工業との間で同社の飯田発電所と広瀬発電所を買収する契約を締結した。以上のように当初から、水力発電に集中して、電源開発を行った九州水力電機であるが、そのために、 天候の変化の影響を受けやすかった。例えば1921年には、北地方の洪水災害で発電所が被災し、湯山発電所が28日間、女子畑発電所が47日間、石井発電所では164日間の発電停止に追い込まれた。翌1922年には一転して、大滑水が発生し、当時5万キロワット以上あった。 発電力は3分の1に激減、供給に支障をきたして、電灯の芯や消灯や工場、炭鉱への供給削減といった措置を余儀なくされた。こうして、水力発電一変等の電源開発の問題点が明らかになったため、水力発電を補う火力発電所の建設を決定、1923年1月に生ず田発電所、 1926年1月に、宇野島発電所を完成させた。この結果、1926年における、総発電力は 84, 8 4 8 4 1ットとなった。昭和初期の電源開発は、自社ではなく子会社、杖田地下は水力電気株式会社の手によって進められた。同社は、筑後川水系杖立側にて1922年12月に、 水利権を得たのを受けて1923年12月12日、資本金500万円で設立。杖立川での電源開発を進め、1927年3月に小国発電所、1928年3月に杖立発電所、1929年12月に黒縁発電所をそれぞれ完成させた。 これらの発生電力は大部分を九州水力電機が受電した。杖立川開発の他にも、杖立川水力電機は九州水力電機から同社の発電所新造設や送電、変電設備の建設工事を受託して担当した。このうち発電所では、1931年3月に運転を開始した駅立川水系つぶさ川の須崎発電所、 丸田発電所と同年7月に竣工した女子畑発電所、拡張工事を担当している。翌1932年6月1日、計画されていた工事を一応完了したため、九州水力電機は、杖立川水力電機を事業買収の形式で、九州市、杖立川の山発電所を引き継いだ。1930年代初頭の不況期に、 自社開発は一時停止するも、景気回復とともに1930年代後半に再開。1936年11月に大分川水系にて、野端発電所。1937年5月には、楠川にて、三好発電所がそれぞれ運転を開始した。その他の出力変更や発電所廃止もあり、発電力は1938年には、 水力28箇所計10万1 8 1 2ット火力2箇所計2万キロワットの合計12万1 8 1 2ットとなった。塚原発電所取水ダム、大分県での水力開発を進める、最中の1910年代後半、有力な未開発地点として、業界の注目を集めていた宮崎県への参入を、図った。 特に県北部を流れ各社の水利権出願が相次いでいた五ヶ瀬川を狙い、1917年に水利権を申請した。五ヶ瀬川の水利権獲得競争には、前述のように競合関係にあった九州、電灯鉄道も後から参入する。このため、九州水力電機では、麻生滝地が時の定心大臣、野田宇太郎に働きかけ、水利権申請者の合同という意向で合意した。 一方で、九州伝統鉄道側が宮崎県側に働きかけたことから一旦は、九州伝統鉄道へ、水利権を許可する方向へ流れたが、九州水力電気側の巻き返しで、共同開発会社の新設が決まった。こうして発足したのが、九州送電で、宮崎県内の県外送電反対運動のため、設立が遅れたが、1925年5月9日、 会社設立に至った。同社ははじめ東方電力、九州水力電機、電気化学工業、住友財閥の4社の平等出資であったが、その後電気化学工業が撤退して、九州水力電機へと持ち株を売却したため、九州水力電機は九州送電の過半数の株式を握って、その主導権を掌握した。九州送電は、 五ヶ瀬川と住友財閥が水利権を持つ耳川の開発を順次進め、1929年に高千穂発電所、1930年に田代発電所、1931年に山須原発電所、1932年に三ヶ所、発電所、海淵発電所、1938年に塚原発電所をそれぞれ建設。合わせて、 宮崎県から大分県を経て福岡県へと至る約 120km の長距離送電線を整備し、九州水力電機の女子畑中央海兵所と生津田中央海兵所に連絡した。九州送電から九州水力電機への電力供給は1929年5月1日より開始。1930年時点では 17000kW を受電し、 その後、同年8月認可で1万9 5 0 0ットへ、1931年10月認可で3万2 0 0 0ットへとそれぞれ増加した。その後、1937年末時点では3万キロワットの受電となっている。さらに1938年8月、上りを開閉所での受電を開始し、同年11月には、加密薬変電所での受電も開始した。なお、 東方電力も吸収送電と最大1万キロワットの受給契約を結び、吸収送電から電力供給を受けることとなった。しかし吸収送電が送電する電力の周波数は 50Hz であり、東方電力側の 60Hz と異なっており、直接受電できないため、吸収水力電気の発電所のうち周波数 60Hz にて発電が可能な女子畑発電所。 黒渕発電所からの電力に振り替えて、東方電力久留米変電所へ送電するという方法を取った。久留米変電所への送電は1929年12月に開始されている。また九州送電から離脱した電気化学工業が宮崎県南部の大淀川を開発し、送電会社として九州電力を立ち上げたため、1931年4月に、 九州水力電機、東方電力で同社から、それぞれ1万キロワットずつ受電するという契約も結んだ。九州電機、軌道小倉火力発電所西部共同火力発電、戸端発電所1920年代後半以降、九州水力電機の火力発電所は、ナマズダ、野島両発電所と、羽根犬塚発電所のみで、新規の設置はなかった。 しかし火力発電に特化した発電体制を取る九州電気軌道を参加に収め、同社と送電線を接続して1932年5月より、生マズ中央海兵所、国倉編電所における最大2万キロワットの電力相互融通を始めると、滑水器に不足する電力を九州電気軌道の火力発電でも補給できるようになった。提携後の1934年、 九州水力電気は、またしても、大滑水に見舞われ、水力発電量が大きく減退したが、このように、九州電気軌道との提携が成立していたため同社、火力発電所からの送電量を増加することで対処できた。1930年代中頃からの電力需要増加に際して、発電余力が少なくなったため、九州水力電気では、 小倉市の埋め立て地に2万5 0 0 0ットの火力発電所を建設する方針を固め、1935年に低心省へ申請した。ところが、複数事業者による共同火力発電方式を干渉していた低心省の方針と合致しないため申請は許可されず、結局低心省の商用に応じて、九州水力電気、九州電気軌道、九州送電、 九州共同火力発電の4社に北九州の最大電力需要家である日本製鉄を加えて新会社西部共同火力発電を設立、同社を通じて共同火力発電所を建設することとなった。同社による戸端発電所は1937年12月に運転を開始。九州水力電機では12月より15000キロワットの受電を開始し、 翌1938年11月からはさらに1万キロワットの追加受電も始めた。西部共同火力発電の出資に参加した九州共同火力発電というのは同社に先立ち1935年に設立された共同火力会社で三井鉱山と電力会社連合が出資していた。九州共同火力発電では 大牟田市にあった港発電所の拡張を1936年にかけて進め、九州水力電気、東方電力両社に対しては、それぞれ1万3000キロワットを送電した。しかし、九州水力電気は、九州共同火力発電や先に挙げた、九州電力との送電線の連絡がなく直接、受電できないため、両社からの受電電力は、 東方電力の送電線によって託送するものとした。その結果、これらの電力は、九州水力電機から東方電力へと送電される電力と総裁という扱いとされた。以下、九州水力電機が所有した発電所を一覧表としてまとめる。県別に整理した。大分県蒸気発電所のうち廃止されたものを除き、九州水力電機から日本発送電、または、 九州拝殿へ継承された。いずれも1951年以降は九州電力に帰属している。熊本県上機の3発電所はすべて九州水力電機から日本発送電へ継承され、1951年以降は九州電力に帰属している。福岡県上機の発電所は廃止されたものを除いて九州水力電機から九州拝殿へ継承され、 1951年以降は九州電力に帰属している。宮崎県宮崎県には合併で引き継いだ発電所以外は存在しない。北九州で先行して開業した九州電気軌道が小倉市に大門火力発電所を建設した際、電力の周波数は 50Hz が採用された。50Hz が選択された理由は明らかでないが、続いて、 九州水力電気が女子畑発電所を建設する際、当時九州では 60Hz を採用する事業者が多かったにもかかわらず、北九州へ送電するという理由で、九州電気軌道と同じ 50Hz を選択した。当時の取締役、大田黒十五郎によると、50Hz 採用は、技術顧問の岸慶次二郎の提言であるという。九州電気軌道。 九州水力電気の両者が採用したことで、北九州、筑豊地方には5 0ルツの電力圏が形成された。さらに、九州水力電気が大分県での事業統合を進めたことから、大分方面でも6 0ルツから5 0ルツへの転換が進行し、1929年1月に5 0ルツ統一が完了した。ただし、 九州水力電気の全発電所が 50Hz を採用したわけではなく、石井、南畑、新井玉の3発電所や筑後電気の発電所が 60Hz 運転であったほか、女子畑、湯山、三吉、小国、杖立、黒淵の6発電所が 50.60Hz 双方に対応していた。こうして形成された 50Hz 電力圏はその後、長く残存し、 電力運用面での障害となった。そのため、周波数統一への機運が高まり、太平洋戦争終戦後の1947年に北九州地区の周波数転換が部分的に施行され、ついで1949年からは、九州全体を対象に大規模な転換工事が始まった。九州水力電気に関連するところでは、駅立川、大板川、 大野川角水系の発電所が1951年に60ヘルツ運転へ転換された。1951年の九州電力発足後には第二期周波数統一工事が始まり、1960年をもって九州の自家用設備を除く周波数統一が完了した。この間、大板川水系の発電所と女子畑発電所を はじめとする筑後川水系の発電所が工事対象となり、1954年から1960年にかけて順次60ヘルツ運転へ転換された。なおなま田だ。境の島両火力発電所は、需要化側の転換進捗に合わせて60ヘルツ化されることなく廃止されている。以下、遠隔のうち日本発送電への設備出資と、 九州排電への統合過程について詳述する。1930年代後半、革新完了によって、電力国家管理の方針が具体化され、1936年3月に発足した、広田内閣の定止大臣、田野木桂基地がこれを推進。翌1937年1月に、電力国家管理法案の国会提出に至った。法案の内容は、 電力を政府が管理し、そのうち発電、送電事業を国営として、新設の国策会社に全国の主要設備を出資させるというものであった。直後の広田内閣総辞職で法案が成立することはなかったが、第一次、この江内閣の停止大臣、長井隆太郎によって、再び推し進められ、主要火力発電設備、 送電設備を新設の日本発送電へと出資させた上で同社に新規の水力発電開発を担当させ同社が政府管理のもとで電力売買を行うという頼も議案より若干交代した内容で法案の準備が進んだそして1938年3月電力管理法日本発送電株式会社法他に法が成立 同年4月5日付で交付された。電力管理法交付を受けて1938年6月、日本初送電へと出資すべき設備の範囲が以下のように決定された。同年8月、日本初送電の設立時に、同社へと出資すべき設備が広告され、九州水力電機については、西部共同火力発電とバタ発電所と、 自社中原変電所を結ぶ 11KV 送電線、同変電所と自社に下に海平所を結ぶ 66KV 送電線、それに中原変電所を出資することとなった。加えて、同年11月には女子畑発電所と上野釣り、海平所を結ぶ 66KV 送電線の出資も追加指定されている。1939年4月1日付で、 各事業者からの設備出資が実行に移され、日本初送電株式会社が設立された。九州水力電機の出資財産評価額は138万3410円50銭で、出資の対価として交付された。日本初送電株式は2万7668株であった。日中戦争が長期化し経済統制が各所で強まる中、 1940年7月に発足した第二次、この絵内閣の停止大臣、村田昭三は、電力国家管理の強化を推進し、先の長い案が不徹底であったとして、第二次電力国家管理の方針を打ち出した。この第二次国家管理では、第一次で日本発送電への出資対象から外れていた、既存水力発電設備も出資対象とされた上に、 配電統制にも踏み込み、配電事業も地域別の国策会社に統合するものとされた。政府はまず1941年4月に電力管理法施行令を改正し、全国の電気事業者に対して日本発送電への設備出資命令を発した。この際、出資期日は1941年10月1日付と1942年4月1日付の2つが設定された。 九州水力電気については1941年10月分の出資対象には入らなかったが、1942年4月分の出資対象には含まれ、1941年8月に出資対象設備が広告された。対象設備は、水力発電所5カ所と出資発電所関連の送電線5路線で、 出資設備表価格は16428,835円50銭。出資対価の交付株数は328,576株であった。第二次電力国家管理のうち配電統制については、地区ごとに主要配電事業者に対して、配電会社を新設させ、その配電会社に、地区内の残余事業者を統合させる、という方針が打ち出され、 1941年8月に配電等制令の交付に至った。これをもとに同年9月6日、全国の配電事業者に対して一斉に配電会社設立命令が下された。九州では九州7県と沖縄県を配電区域とする九州配電株式会社を1942年4月1日付で設立するものとされ、東方電力、九州電気、 日本水電と九州水力電機の4社に設立命令が下った。受名事業者4社のうち東方電力、日本水電は電気供給事業設備を出資すべきものに指定された。一方、九州水力電機と九州電機は配電株式会社となるべき株式会社に指定された。受名後の1941年12月5日、九州水力電機は 子会社の九州保全株式会社を合併した。九州保全は1930年8月、関係会社の株式を所有、管理するための証券保有会社として、資本金200万円で設立したもので、合併時の資本金は1000万円、九州水力電機の全額出資であった。合併に際し、合併に伴う増加資本金1000万円を消却し、合わせて、 九州保全所有の自社株977,954株も、焼却して4,8897,700円を減資し、資本金を1億5千万円から1億1 1万2,300円にへと圧縮している。1942年4月1日、日本初総デにへの一部設備出資とともに、配電統制が実行に移され、九州配電が発足、それと引き換えに、 九州水力電気は消滅した。九州水力電気に対する九州拝電株式の割当ては、額面50円払い込み済み株式2136,457株で、株主には、額面50円払い込み済み株式の場合1株に、月1.2株の割合で、九州拝電株式が交付された。また、社長の木村平衛門は、九州拝電社長に就任し、 新海寛一ら役員6名が同社理事へ転じている。以下、電気供給事業以外に経営した鉄道事業、電気化学事業、植林事業と参加の関係会社について詳述する。これら県営事業のうち最後まで直営で続けられたのは植林事業のみで、他は最終的に関係会社として独立している。なお参加に収めた後統合した。 電力会社各社についてはここでは扱わない。九州水力電気は1912年11月に博多電気軌道を合併したことで二つの軌道線を引き継いだ。一つは博多駅前を奇襲点として福岡市街の周囲を囲む循環線及び循環線と吉塚駅を連絡する支線からなる路面電車線の福岡電鉄線。もう一つは市街に旧 北地区軌道が建設した非電化蒸気機関車牽員の北地区軌道線である。なお、福岡電鉄線の循環線は合併時点では全体の4分の3が開業していただけであったが合併後の1914年4月に全通している。両線とも旅客営業に加えて貨物営業も行っていた。福岡電鉄線の利用者は九百十三年度には 年間約250万人であったが、その後徐々に増加し、1920年代には年間1000万人を超える水準となった。一方、北築機動線は年間100万人超を輸送しており、沿線の市街地化を受けて1922年7月より一部区間、今川橋から名の浜停留場に至る 4.0km での電車運転を始めた。 名の浜からカフリまでの区間は、非電化で残るが、北九州鉄道が高規格の平行路線を建設したことから、1928年5月に営業休止の上で北九州鉄道へと売却している。北地区電鉄線は、福岡電鉄線から孤立した路線で、起点の今川橋停留場が日川を挟んで、東方電力の軌道線と一応接続しているという、 状態であったことから部分電化と同時に福岡電鉄線と北畜電鉄線を直結する城南線の新設を計画した。城南線は福岡電鉄線渡辺通り一丁目停留場と北畜電鉄線西新町停留場を結ぶ 5.0km の路線として1927年3月に開業する。この新線建設により北畜線の利用は増加し、 利用者数は3路線合計で年間2000万人に達した。兼業整理の方針に従って1929年5月5日に新会社の博多電気機動を設立、同年7月1日付で上記3路線を同社へと譲渡した。同社は資本金200万円で九州水力電機とその経営陣が全株式を所有した。鉄道事業以外にも 1932年には小規模ながらバス事業も開業している。しかし、博多電気軌道が存在した期間は5年のみで、1934年11月1日、東方電力の軌道事業との統合のための新会社福白電車へと事業を譲渡した。福白電車会社は、その後1942年9月1日付で、九州電気軌道へと合併され、 西日本鉄道となる。以後路線は西鉄の福岡市内線となったが、1979年に全線廃止となり現存しない。博多電気軌道に続いて1916年3月に合併した分を電気鉄道より引き継いだ。軌道線は福岡の路線と区別するために大分電鉄線と呼ばれた。同線は大分県別府市と大分市を結ぶ。 電気鉄道で九州水力電気時代にだいぶ駅前乗り入れ大分市内の別線建設終点別府停留場の別府港三橋前への移設が実施されている路線長は1 3 4 2 k 九1 9 2 6年12月に事業の分社化が決定され1927年6月24日受け皿となる新会社別府大分電鉄が発足 同年6月30日付で事業譲渡を完了した。新会社の資本金は200万円とされたが、博多電気軌道の場合と異なり、九州水力電気の出資比率は50%に限られた。別府大分電鉄の設立準備や創立総会は、阪神急行電鉄社内で行われており、経営人も、また同社関係者がついた。分社後、 別府の北に位置する亀川町への延伸が実施され、1930年2月に亀川延長線の全通を見た。また、バス事業にも乗り出し、1927年11月に電車並行バスを買収して開業し、順次路線網を拡大していった。1940年になって、九州水力電気の傘下から離脱した九州電気軌道が、 別府大分電鉄の株式を九州水力電機より買収した。その後同社は大分県北部エリアにおける戦時統合の中核となり、1945年4月、鉄道、バス会社6社を合併して、だいぶ交通となった。軌動線はだいぶ交通、別台線となったが、1972年に廃止されており現存しない。 1920年春に発生した戦後強行の影響で電気の需要が停滞したが一方で稼働間近な発電所があって余剰電力が発生すると予想されたことから九州水力電機では余剰電力を活用した化学工業への進出を決定。1921年12月1日電力供給先であった日本窒素肥料肘工場を買収して カーバイドの製造を始めた。さらに、翌1922年4月27日に日本電化工業を合併し、同社が神奈川県の三北に置いていた工場設備一切を日出工場へと移設して11月より、塩酸カリの製造も開始した。しかし、カーバイド、塩酸カリともに市況が振るわない分野で、事業の収益は総収入の数パーセントを占めるのみで、 鉄道事業収入にも及ばず、なおかつ利益率も低迷した。直営以外では、1923年12月1日に、大分電気工業という化学メーカーの株式を、買収し参加に参加に収めた。同社は1919 19年4月に、大分県大分群阿南村にあった、渡辺与三郎の塩酸仮工場を買収し、カーバイドや酸素、 水素ガスを製造する目的で設立。買収後の1926年12月1日に社名を九州電気工業株式会社に改めた。九州水力電気では兼業整理の方針に従ってこの九州電気工業へ科学事業を集約することとなり、1927年4月1日より日出工場の経営を同社に委託した。また、 系列の地区も電気も1926年12月より、福岡県小倉市にあった酸素工場の経営を同様に委託している。九州電気工業では、自社製カーバイドを原料とする、作酸製造を計画し、肘工場にて1931年5月、月産30トンの作酸製造設備を新設した。 しかし2年後の1933年7月には創業を休止してしまう。その後、作産製造への進出を狙う電気化学工業がこの設備に着目し、1940年6月にその買収を決定した。そのため作産製造設備は1942年に解体され、9月までに資材を含めすべて電気化学工業大見工場へと運ばれた。 九州電気工業は、戦後もアセチレン製販会社として存続するが、1974年5月に、高圧ガス工業へ合併された。1919年、九州水力電気は、水力発電所のある河川の流域における、水源管用のための植林活動並びに、電柱溶剤生産のため三輪経営を企画。川や大分川上流の原野地帯を買収し、 1921年より植林に着手した。その後増林面積を蓄次拡大し、1942年の九州配電成立当時の土地面積は植林地2万5000ヘクタール余りを含む4万5890ヘクタールとなっていた。戦時中はブイク、植樹が一旦停止されたが戦後に再開。1949年になって、 植林から25年以上が立ち営林や間伐材、紅葉樹などの利用事業も複雑多岐となったため、林産部門を九州廃電から切り離すこととなり、3月30日付で九州林産株式会社が設立された。同社は九州電力が発足すると同社の子会社となっている。九州水力電気福岡本社跡に立つ九州。 電力本店参加企業を統合する直前、1939年時点の本社、支部、営業所、出張所の所在地は以下の通り。その後参加企業統合後の1941年時点では本社、出張所はそのままだが支部が以下の4カ所となっている。本社については長く、東京市にあり、設立時より1923年までは日本橋区小網町。 1923年3月の移転後は、郝島地区永楽町一丁目一番地、翌年4月の移転後は、道区有楽町一丁目一番地に置いていた。一方で、福岡市には出張所を構えていたが、1931年6月に本社と出張所が入れ替えられ、以後福岡市大和座省35番地が本社所在地となった。福岡の本社社屋は、 九州拝殿へ引き継がれた後、1945年11月に天神橋口の松屋ビルから移転してきた同社本店が入るが、1949年6月のデラ台風に伴う火災で全焼した。その後建て替えによる新本店ビルが九州電力発足後の1951年12月に竣工している。九州水力電機の歴代会長、社長、 副社長、専務取締役は以下の通り。松本健次郎、1938年5月21日、就任、1942年3月31日退任。浜口吉右衛門、1911年4月5日、就任、1913年12月11日死去日比谷平座右衛門。 1913年12月24日、就任。1921年1月9日、四曲の正一。1921年3月12日、就任。1924年10月7日、退任。森村海作。1924年10月7日、就任。1928年10月25日退任。麻生太吉。 1928年10月25日、就任、1933年12月8日、死境タグロ十五郎、1934年1月9日、就任、1936年7月3日、退任、松本健二郎、1936年7月20日、就任、1938年5月21日会長昇格、木村平衛門、 1938年5月21日、就任。1942年3月31日退任。棚橋拓之助。1929年7月20日。就任。1931年9月14日。退任。木村平文。1936年7月20日。就任。1938年5月21日社長昇格。八塚修二郎。 1938年12月、就任。1940年12月19日、退任深海寛一。1940年12月19日、就任。1942年3月31日退任。棚橋卓之介。1911年4月5日、就任。1929年7月20日、副社長。小学、木村平門。 1930年10月8日、就任。1936年7月20日、副社長。昇格、八つか修二郎。1936年12月、就任。1938年12月、副社長。昇格新海館一。1938年12月、就任。1940年12月19日、副社長昇格、池田詰地。 1940年12月19日、就任、1942年3月31日退任会社消滅役員の社長の木村平衛門は、九州配電所代社長、副社長の新海菅一は、同社二代目社長となっている。当初の供給区域は、伝統供給区域がなくいずれも50馬力以上の、制限付き電力供給区域のみ。 こうした制限付き区域はその地域に先行する事業者がある場合に設定されるもので、この場合一定宅、または一校内につき50馬力未満の需要には供給できない。1939年末時点では、日本製鉄や渡製鉄所、海島炭鉱大野浦工業所、日本工業佐賀の関製錬所に加え、阿蘇商店、倉内工業、三菱工業、筑豊工業所があった。 創業者、成木を広吉。大分県早見郡立石町にあった、馬上金山を経営していた上の釣り開閉所と、東方電力久留米変電所を結ぶ九州送電の66、KV 送電線も、出資対象となっている。配電統制令には、配電株式会社となるべきことを命ぜられた、株式会社は、配電株式会社の設立によりこれに吸収され、 指定会社の権利義務は配電株式会社が継承するとある。ありがとうございます。